さあやっていきましょうか。バイオハザード6。まあせっかくのね夜長でございますから、まあゴールデンウィーク最中ということもあるんでね、まあ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してゆっくりくださいまずは開始直後のおっぱい。ちゃ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 、こっち向いてこっち向いてこっち向いて。さあ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 、どうです皆さん。もうこのくらいのサイズがあったらもうね、もう申し分ないでしょ。ね。で、ちょっと待って。これ、これ、これ。違う違う、行き過ぎ。そうそう。なんかボケてる。なんで？怖い怖い。そう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 、いいねあ、マジで、マジでドン引きした顔で見られたね。ということで開始していきましょうか。はい。そうだ、なんか前回なんかちょっと最終的にグダってしまって、グダ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 ってなっちゃったから、体力がなんか、えぐれてる状態になってるけど、まあまあそこはご愛嬌ということでね、やっていきましょう。で、結局バイオ6ってね、なんかね、ストーリー性がよくわかんないままに、あいつだとかな、こうなんか仕組みが仕込まれたのよとかね、デボラーとかね、一万ズーとかって言って、そいつが何して、ああして、ああだったったって、ってよくわかんないままなんだよね。めっちゃ鼻詰まってきた、急に。なんで開始する前まですごい鼻順調だったのに、なんか急に鼻が詰まり始めてきた。まあ、そういうことあるよね、ということで、ダッシュダッシュダッシュ。なあ、でね、これ、区切るかどうか迷ってるんですけど、まあ、なんだろう、長いから、もう区切らずに最後まで一気にやっちゃおうかなと思う。だから動画時間を見て、あ、こいつ最後までちゃんとやったんだなっていうことを、まあ、察してくれたら嬉しいかなと思います。ちなみに今回は3じゃないな。4パターンのおっぱいが出てくるんで、それもお楽しみにということですね。はい。まあ、巨乳と、まあ、発展途上と、それから、うわ、ちょ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 、危ない危ない。お互いに攻撃が下手くそだった。発展途上と、それから、まあ、微乳と、で、ぬるぬるおっぱい、テカテカおっぱいってやつですね。どっちでもいいんだけど、ぬるぬるなのかテカテカ、どっちでもいいんだけど、まあ、結論、おっぱいですというのが、まあ、たくさんのおっぱいに囲まれたね、回になりますんで、あれ、羨ましい。どっかどうなってんのかな。いやー、これね、キャプスロックを押したらね、ズームができるの。キャプスロックを押しちゃうとね、操作キーが W とかね、S とか A とか D とか出ちゃうから、どっかどうなって、あー！レナ！切っちゃうかな。ジェブラ！あれ？ジェブラ！向き変わってない。向き変わってんじゃん。逆だったくない？あれ？向きか、あれ、ちょっと。わかんない。で、未だにこうね、なんか確信に迫るかと思いきや、まだまだ隠そうとしているっていうね。どういうわけか話してくれてね、ここまで迫ってるのにね、ここから抜け出さないとって、もうええ加減にせえっていう話だよね。その全て話す。結局、まあ、話してくれたんだけど、結論さ、今もう先にネタバレしちゃうとさ、ここまで引っ張るなよっていう話で、なんでレオンが妹を助け出すことに、多くのトールオークスの市民を犠牲にして助けなきゃなんないのって。そう。え、こっちから来て、あれこっちから来て。あれ？The only way out now is down。後でまあ皆さんも巻き戻し、僕もちょっと後で巻き戻し確認しようと思うんですけど、あれ逆じゃなかったっけ？広瀬？わかんないことしてたな。うん。あ、こっちでもいいや。じゃあ向かって、北降りていこうか。いろいろとね、ゲーム開発をしてて、え、そんなことが起こるのみたいなことたくさんあるからね。あー、どうしようかな。I'm gonna get you home. はい。あ、そう。で、第二のおっぱいを見ようと思うんですけど、まあ、巨乳ちゃんがいるんで、まあでもこの子の場合はね、おっぱいというのはどっちかというとパンツだからね、丁寧な操作したら紫パンティーがチラ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 のお尻ともに見えるってね。やっぱりお姉ちゃんの方があるかな。まあでもこれはやっぱりね、二十歳なんでね、まだまだ育成できる。主役はこっちだから、主役はこれだから。あ、そうそうそう。ありがとうありがとう。見やすい方に見やすい方に。ねえ。いやそう、これでいいんじゃない？これで。じわじわじわ。ああ、ちょっと。何してんの、これか。見えた。ほら。ねえ、紫色です。青かもしんないね。本当に何や。
ご愛嬌ということ許してたもんね。まあ、やっぱバイオをね、とある、ね、実況者も言ってたけど、恐怖の中にあるエロスこそも最強のエロスということでね。いやー、本当に。これ今さ、ゲーム実況やっててさ、まあ、皆さんにも何回か話を聞いたことがあるかもしれないけど、僕ね、まあ、小さい娘がいるんですよ。2歳になったね、娘がいるんですけど、将来ね、大きくなってね、YouTube 見てて、パパのチャンネルを見つけて、ね、パパどんなことやってんだろうって思ってさ、見てみたときにさ、おっぱいなのさ、パンツなのとかって言ってるの見てさ、パパなんだって思うしね、松代までの恥になっちゃうね、思ってね。僕が死んだ後にね、墓参りも行かないから、みたいなとかね、言われて、まあ、こうした動画というか、純烈のものを知ってやろうかなと思って、はい。よし。で、ちょっと、弾が待ってた。ウィー、オッケー。ハンドガンのものが待ってた。まあ、敵は出てこなさげなのかな。大丈夫かな。オッケー。じゃあ、普段ならズシュズシュ近場から撃つかまあ後ろ向いてるから大して倒すんだけどね。まあもう、いや、XL サイズいる？違うよね。 The roof is caving in。 XL サイズは確かチャプター3でまた出てくるんだったら、んでからにすげえなんかカクカクカクしてるけど、撃ちます。もう一個、おり、ああ、しょうがないか。欲しいところだけどな。まあ、ちょっと手に入らない。まあ、無理して手に入れられてもない。まあ、いいか。じゃあ、おります。と、ああ、いるね。うん、オッケー。金メダルのお時間です。ありゃ。で、石が、あ、じゃあ、レオン、ヘレーナ、どん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 地下深くに降りていっております。はい。まあ、それはそうですよね。What the hell is going on? ああ。ハネケン、come in! ああ。あ、damn it! オートケッシュ。まあ、地下でそもそもね、電波がないからね。でも実験場があったから、まだそのアンテナ立つようなところにいるんじゃないかなって。やっぱ電子機器とか取り扱ったりとかしてると、コード聞いたりとか、あ、でもとか、アンテナ系はまた別なのか。ここら辺はちょっとわかんないな。ネットワークの関係とか。ネットワークまた別か。やられてんな。やられてんな。お姉ちゃん溶けてたな。どれよっしゃー。うぃー、オッケー。どっどっ。はっはっは。確認だぜ。うぃー。一発だけ、ほんと貧乏症だよ、この辺りとかね。もっと景気バコ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 やったらいいのかもしれないけどね。はい。まあ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 、弾はたくさん持っておくことに越したことはないからね。まあでも、多く持ちすぎても、あれか、結局、手に入れきれなかったらアウトってところだもんね。後ろからゾンビ特に来てないから。じゃあ、ちょっと見えてくから、ちょっと当たってるって言ってわかんないけど。暗すぎてわからない。よし。一応編集してね、頑張ろうとは思うんですけど、どうしてもね、明るいところと暗いところのギャップが大きいと、皆さんの方から見えづらかったりとかするかもしれないんで、極力頑張るんですけど、見えなかったら本当にごめんなさいって言って許していただけたらと思います。はい、すいませんね。なんだろうな。一応頑張るんですけどね。まあ、そういうところ。んで、ここに、ああ、もうあれか。第一ラウンド、スタート。そう、美乳ちゃんが来ます。うん。だから、一つ目のおっぱいはヘレナですね。で、二つ目のおっぱいが、さっき言った発展途上のおっぱいですね。デボラのおっぱい。で、三つ目のおっぱいが今から来る。四つ目のおっぱいは、サナギの中から生まれますと、っていう感じですね。多分いないと思うけど、初めて本当にバイオハザード6を見ますって言ったら、何の話ってなると思うけどね。まあでも、
世の中におっぱいが嫌いな人はそうそういないと思うんでね、皆さん好きなだけおっぱいを食べてください。生まれるここで覚悟を決めたね。お生まれになってくだーい。そうなんだね、画質の話にちょっと戻るって、やっぱレオン編ってずっと夜だから難しいんだよね。チャプター1から5までずっと夜で、映画編もその、まあ、チャプター1は潜水艇の中だからちょっと昼なのか夜なのか分かんないってところがあるけど、まあでもね、あ、来た、ビニューちゃん、ビニュービニュー、形よしっていうところですね。だ多分これノーブラだよね。ノーブラだと思うんですけど、どう思いますか。まあこうちょっと下乳だけ支えるあれなのか、ヌーブラ、ヌーブラヤッホイってどこ行ったんだろう。メイラ、What the hell is going on here? It's complicated.ロングストーリーをいろいろと作ったのがセンスだよね。やっぱりこうカットの下にてこう日本語訳のこうセンス頭にないよね。さて、じゃあごめんね。These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. モーガンでぶち抜いたのにどこ行ったんだろうっていう話だよね。多分だからこうなった段階で傷が治癒されていって、Stop! Don't shoot, please! モーガンの矢を押し出されたけど、ここで離れ話すためにテレバッてやるのがやっぱなんかちょっと化け物から人間から化け物になる前の最後の理性が残ってたんです。そうです。これがプルプロッパイです。このプルパイは何回も見るチャンスがあるし、最後のムービーシーンなんかもすごいプルプルしてるんで、ぜひお楽しみください。プルプルのっぱいを楽しみって言い方も言い方だけどね。はい、まあまあそんな感じで楽しみだ。デブラ、Where are you? さてさて、じゃあ今からビニューちゃんとね、しばらく2人で 旅に出るというところなんで、全部食ってスペース開けてで、こういう、あれあ、そう、回すんだ。未だにね、このアイテムのあれが慣れないです。で、これハンドガンの弾拾っちゃったら、本当にもう、本当に終わりだから。OK、これで、まあ、回復薬とね、弾はね、いくらでも困ることはないからね、何言ってるんですか、これ。よし、ほい、あー、見てる。いいね。よしよし。いいよ。A ring?Don't get the wrong idea. It'll make sense later. だから分かってます。結婚してくださいっていうことでしょ。うん。誰と結婚するかだよな。ね。誰とする？本当悩んじゃうよね。ちょっと今落ち着いてるからここで見ましょうか。ほい。ああ、すみません。そんな谷もギュッと寄せていただいて、おお、たまらんでござんすな。おお、ちょっとそのボタンも外していただけない？はい。これ以上は。そういうチャンネルだよな。そういうチャンネルだよな。うん、ただのデスの極み乙女。さあ、じゃあ第2ラウンドといきましょうか。エイル、マン、ブルン。まあ今見えないところどっかに去った。話題を戻す。Watch out, you two. She's strong. これ映画編の時なんか、ずっと戦えてたらいいんだけどね。一回変わると、一回シーンが変わると、じゃあ一回シーンに移るとか、残念ながら普通に下に降りちゃったから、ね。誰が指導した？そう。これね、なんかコントローラーじゃないと打ちにくいよね。やっぱりね。シンプルに難しいっていうか。で、これがまた3つの結晶を倒さなきゃいけないんだけど、結構むずいんだよね。かわいそうだと思うけど、それ。まあこれ、最近さ、まあ、身内がこんな状態になったとしたら、どう思うかっていうか、どう思うかっていうのも変だよね。どう接していくかだよね。
プラットプラットで爆発ベーンってやったりしないもんね。ゲームの世界の中だけでよかったなーってつくづくシーンに来ると思いながらこう破壊してくるんだって。うわブレッ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 ブまあ、シンウィルスのおかげなんだ。普通の人間の気持ちの人よりもは、これ、アクラウンさんもでも成長か。で、バイオハザード4をご存知の方は、あの跳躍力が半端ないと思ったんで、まあ、ちなみに一応 RE4 も一通りやったけど、まだ発売して1ヶ月半くらいしか経ってないから、一応ネタバレは控えておくようにしたいなと思ってます。はい、まあ、結論。めっちゃ苦労したけどね。めっちゃ苦労したけど、まあでも楽しかったなーってのは思ってますね。さてさて。弾を入れて、なんかエイダが的確にぶちのめしてくれるから、俺何もしなくて楽っていうのがすごいあるよね。あざっすあざっす。あざっすあざっす。あやばいやばいやばいですよね。なんでかわさなかった、なんでかわさなかった。違うやつまで燃えてるけど、ごめんね、なんか巻き込み事故みたいな状態でしたね。なんかここはご愛嬌ということで許してたもん。はい、相方の妹超完璧だよ、ね、あですよ。それ妹さんちょっと自分で処理していただけないでしょうかね。私そんな余裕がないようなんだね。おら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 、まだまだいたいたい、直接ぶっ刺してきやがった。よくもやってくれて、刺されるのはお前の方だろうが、俺が刺す方だろうがよ。あらいかなかったね。あれ、ああ終わったか、一旦終わったね。あーそっか、地盤沈下降りるー。よし、これよくその着地の仕方で全く怪我しないといけない。すごいよね。いいよ、いい。じゃあ降りていこうか。まあこっからね、ちょっとね、巨乳と美乳がタッグを組んでね、エイダ、エイダ、a little help here。 しないみたいな絶対対応して、やっちまったなーってね。で、ペオン涙をつって、大丈夫、だって死んのんかい。あ、覚えてくれた。あ、ちょっと待って、シンプルに打ってくれたって感じだね。まあいいか。うっ、痛い。二人がシコシコと降りていく中、ちょっと置いてかれるのだけはちょっと出せんのですから、待って、置いてかないで、待って。よっちょ、痛い。車でゾンビが落ちていく。さらば。でからに、拾って。あ、痛い。で、置いていく。ここから、しこたま、ネロで。何も手を下さずとも勝手に死んでてくれたわ。ごめんね。謝る意味はないかもしれないけど。さて、進んでいきますか。美女二人が待ってくからよ。やっぱり、好きになるか。男が捨てるぜ。どっから降りた？あったあった。降ります。拾ってなかったわ。で、ペキン。よし。ピョン。よし。ここで。あ、ちょっと待って、ちょっと。カンテラはやばい。うい。ああ、倒してくれた。本当何もしてないんだよね。勝手にやっちゃってくれてるっていう感じで。ごちそうさまでーす。
あれさ、まあいろいろ勝手にやってくれたら本当に助かると思うんですけどね。お二人さん、お待たせーっと、めっちゃ驚くな。待っていてあげたってからね、みたいな。Let's hope this is a non-stop ride out of here. I wouldn't count on it. シンプルに壁ドンされたわ。もうずっとこの姿勢でね、もうお尻を眺めながらね、さあ、いつ来るかな。そうなんですよ、こっちにね、あとで使いに行く以外は、こうやってた方が安全牌ってね。Just stop it, Deborah! This isn't you! やめてて、ほら。いや、やめないですよ。だっておっぱいプルンプルンをしなきゃいけないですよ、この子ね。で登ってくるから、これこのスピードで行っていくジャブラトロッコによく行かないと言ってたよね。 Don't tell me you're still crying. He's trying to kill you. What do you think we know that? 実はあんまり相手しなくていいっていうのが、まあ、トロッコ戦はちょっとイベント戦的な感じなのかなっていう気がする。横振りしたやつがなぜか食らうっていう謎現象。ちょっとどうやって教えたんだろう。まあでもそうか、跳躍力も半端ないし足も速いだろうからすごいあれなんだろう。危ないで、あー、ちょっと待って、そのタイミングか。まずい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 。よしよしよし、よけい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 、さらば あいつを倒ぶちのめすことでなんかね、なんか起こるんですよ。なんか起こるんですよ。お語彙力の小学生。よいしょ、よいしょ。で、あれ、あれ、そろそろ来るんだ。おお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 。破壊してくる。なんかめ、なぜか謎に後ろ向いてね。そろそろ来るんだ。あ、いや、どうしたどうした。一緒に寝ようよって。積極的な女性ですね。私そういうの好きよ。構えてんだからさ、ご自身で撃ってくださいよっていう話もね。あ、違う違う、あまさかの、あ、やっちまったな、ごめんなさい、すいません。ほんとすいません、ほんとすいません、ほんとにすいません、やっちまったな。ああ、あったか、あ、無理しこれはありがたい。これなんか、こいつ一周目でやった時もなんか同じようなシーンをしてしまって、ジャブラー、よかったよかった、無事2回目でなんとかいけたね。はい、プルン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 プ、はい、ということなんでね、はい、プルプルおっぱいね、まあ、あのこの後の巨乳と、まあ、それから美乳をまた再び出てくることがあるんですけど、プルプルおっぱいと、それから、はい、なんか プルプルおっぱいと発展途上おっぱいは、はい、まあ、残念ながらこのチャートで終わりになりますんで、はい、なのでぜひね、興味あるわってプルパイと発展途上たまらんわっていう方はね、もう一回この動画見ていただけたら、何度でもリピートしていただけたらなと思います。はい、でついでにね、あの友達なんかにもね、ちょっとプルプルのっぱいとさ、発展途上のっぱい一緒に見ないっていう方がいらっしゃるので、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひ宣伝を進めていただけたら。あいつがこれを仕組んだのよって言われてもね、
これ本当の書店の方がいらっしゃったらね、もう何のこっちか分かんない。スリックですね。こんなにエロい格好させてね、プロップロップロップやってるんで、ね、連れてけってなったら、やることはただ、うしくない。だから、しこたまやられた後には、そこの祭壇的なところに倒れてる。あれ、滝もすごいよね。あんなところに滝もうわ流れてくるんでね。どうやってそこから水、どうやってそこに、ね、水流してくるんだろうみたいな。多分、上にさ、その、滑り台的な、配置所的なところがガサンって流れてる、その上のところの水からザーって流してきてるかもしれないですけどね。なんでこんな早く散らしちゃってんだろうね。もう終わりになっちゃう。I helped Simmons breach the president's security. この大統領の権利を作ったってね。はい。That sounds like Simmons, all right. 下手らしいやり方ね。自分は手を崩さないでね、第三者にやらせるって、ね、で、そしたら自分に証拠が残らないからって。でも結局命令したっていう証拠はどっかに残るはずだから、何してんのっていう話になるけどね。この辺どうなんだろうな。よくわかんないけどね。We're up against the people who really run this country. で、そしてファミリーっていう組織が本当のファミリーだって思ってたけど、ファミリーっていう組織なんだね。Leon, where are you? Simmons there. Yes. Hunnigan, you need to be careful. I think he's the one who killed you. Simmons. Ah, 現れた主役の根源が現れたというところでね、本日のパートは以上とさせていただきます。ちょっと時間がかかりすぎた。あ、命中率もダメですか。そうか。一時も 65% か 70% 以上取らないといけなかったんだっけ。クソ、しまった。残念ですね。液体するとね。あれ、死亡回数ゼロ？あ、ヘレナが死んだ場合はレオンの方に含まれないっていうことなのかな。あー、なるほどね。すいません、ヘレナさん。すいません、すいません。はい。ということで、マグナムの無限化もしたいんだけど、これ、どうやる ?19000 あー、9万9000か。まだ半分ちょっとじゃん。だから、いや、長いですね。頑張ります。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次にチャンネル登録ボタンとグッドボタンを、感じのところでかぶってね。登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ではまた次回パートでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。